はいどうも、コンシェルジュです。あのね、自粛中のね、ちょっと僕と子供のエピソードを聞いていただきたいんですけど、まあ、復縁の話ですからね。えー、復縁恋愛の話なんで聞いてほしいんですが、あまあ、自粛中なんで、若干ストレスは溜まっております。ストレスは溜まっております。で、子供がですね、まあ、普通にお家の中でわーいって遊んでて、で、小さい1ヶ月、1ヶ月でね、1歳、えー、もう1歳半ぐらいになるのかな ?1 歳半ぐらいの、 ええと、まあ、二番目の子供がいるんですけど、その子供がですね、最近まあ、こう、いろんなところに手が届くようになって、背も大きくなってきて。で、今まで届かなかったものに手を届くわけですよ。あのね、玄関の、その、なんだ、サイドボードっていうのかいまあ、あれですよ。なんか棚みたいのがあって、棚の上にね、ちょっとした、あの、壺というか、まあ、壺にしとこうか。ちょっと大きめのですね、 あのー、陶器の作品みたいなアートなものが置いてあってそれマジの,あの陶器なんで重いんですよね、うん、ででかいのだから大人男一人でふって持つのが結構重いじゃんっていうぐらいで置いてたらそれに手かけ始めなかった今度もしその重さのものが何かの拍子に動いて落ちちゃったらその子どもの上に100% で死ぬやつなんでですよで赤ちゃんって今その1歳半だから二頭身ぐらいですからね大体大体大体まあに見えるかな二頭身ぐらいなもんなんで赤ちゃんって今2分の1の確率でで死ぬじゃないですか、うん、ここまあ足ねでここは頭と胴体の部分だとしてさその時に僕はやべえと思ってそこまで手届くようになったかと思って「お前やめろかな」って言っちゃったんですよ。 ストレスも溜まってるし、ね。で、なおかつ本当に危ないし、で、まさかそこ行くとは思わなかったし。はい。僕が言ったことって絶対に正しいじゃないですか。絶対に正しいでしょ。絶対に正しいんです。危ないから、そこ触っちゃダメ。うん。だから、ストップだとストップだなんて言い方してね、やめろかなーって言ったんですよ。この注意は正しいじゃないですか。 ね、絶対に正しい。でも僕、正しくあるために間違いを犯したよね。俺、どうなったってことだって危なすぎたから、ついつい出ちゃった。おらつって。あのね、そこ玄関じゃん。で、マンションじゃん、うち。だから、絶対響き渡ってんだよね。虐待の家だみたいに思われる可能性もあるしさ。で、子供もびっくりしちゃって、うィーってなっちゃってさ。正しく、正しいことをするために、間違ったやり方で、 怒ったよね。そんなに怒鳴る必要なかったよね。こういうことってあなたもじゃあその振られた元元カノとか元カレのことを思い出すと、そういうことやってなかった。絶対に正しいよねっていうことなんだけど、それを相手に押し付けるときに、その押し付けること自体が間違いであったりとか、その言い方とか伝え方とかやり方とかが基本的に間違っていて。 で、そうすると子供、僕の子供のケースだったら僕親なんで <laughs> 親に、親に怒られたってウェ、えーって泣くだけだけど、それ恋愛関係だったら何こいつキモい嫌いっていうふうに思われてしまうわけじゃないですか。あなたが絶対に正しいのに。でもやり方が違うからです。やり方が間違ってるからですね。だから、自分の価値観は常にダメです。ダメ、バツって書きました。って思ってください。何一つ正しいことはない。だって絶対正しいことをやるにしたって間違ったことをやるんだから。 うん、正しいことをやるために正しいやり方してる時もあるよ。あるだろうけど、あのー、常に合ってるとは思わないでください。むしろ常に間違ってます。何かしらやり方がで。僕だってやり方間違うことあるし、優しく言ったつもりが厳しい言い方になってる時もあればね、ずっと優しく言うこと、言い続けることによって相手に何も伝わらないってこともあるんですよ。もはや何が正しいのか。 何が正しいのかわからないっていうね、自分のやり方、価値観は常に間違ってるっていう意識のもとに試行錯誤しながら僕だって生きてきてるんですよ。だからあなたも間違ってんの。ね <laughs>。あなたも間違ってるんです。だからそんなダメな自分って思い出せばいっぱいあるでしょ。僕だったらどうなっちゃうやっぱり。あの、子供大好きだから。本当に <laughs>。子供大好きだし、死んでほしくないし、少しも怪我してほしくない。過保護だから。気持ち的に。過保護だから、オラーって言っちゃう時ある。 あのー、死ぬってなったら、死ぬ危険があるような動きをするときあるじゃないですか。それは僕のすごくダメなところだよね。でも、それはもちろん直さなきゃダメなんですけど、で、直すために努力してるんですよ。壁にこう、目標貼ってね、子供絶対怒鳴らないとかって書いたりとかして、もちろん努力してるんですが、それでもなかなかその、 その部分死んでほしくねえっていう部分に関してはちょっと気持ちが強すぎてどうしても危険なことがあると「やむな!」って言っちゃううんそのダメな自分を認めて恥を知らない知りなさいってことです僕もすごく恥ずかしいと思ってるでこの間違ってるから直すっていうのはあ,のあんまりね日本人にねそぐわないんですよ 間違ったから、間違ってるから直すんじゃないの。恥ずかしいからやらないっていうことが重要。例えばさ、あの、今回、えー、コロナの話だとさ、すごくダメなんだけど、あのー、山梨の、山梨コロナ女っていうのが一時期トレンドになったよね。あの、自分がコロナにかかったかもしれないっつって、えっ、ー、と、何 ?PCR 検査だかなんか、そのコロナの検査やって結果出る前に、 いろいろ動き回ったあげく、帰ったみたいな。で、やっぱり、その、ええー、と、コロナ陽性でしたみたいな。内心自分で陽性だめと分かっていながらですね、これ、これコロナっぽいって分かっていながら、しかも検査の間は頼むから動くなっていうふうに言われていながらですよ。でも自分のやりたいことを優先して、で、動き回る。その結果、なんかその特定されたりしてめっちゃ叩かれてるそうじゃないですか。もう今収まってるのかどうか分かんないですけど。 それ、やっちゃダメです。もちろん僕はやらないさ。そんなその叩くとかさ、個人情報を調べてさ、こいつはここの職場にすあの、勤めてるとかさ、家はここだとか、もちろん僕はやらないし、そういうことをやってる人たちはもちろん褒められたもんじゃないんだけど、なんか気持ちわからない、うん。その叩いてる人たちの気持ち。その、コロナにかかっちゃった人に対していい気持ちはある。僕はないです、そこは。 僕は何もその差別もしないし、コロナ差別なんてもちろんしないし、何もやらないけど、おただ、なんだこいつっていう、舐めてんなっていう、その腹立ちしかないよね。それ何かっていうと、一般的に見たときに、恥を知れっていう感覚なんですよ。恥ずかしいと思わないの。っていうこと。で、普通の人たちは恥ずかしいと思うの。そういう行動をすることが、日本、我々日本人は、世間様に顔向けできない。 本当に自分がコロナでさ、で、コロナにかかっちゃっててさ、動き回ってたらもう、その大迷惑なわけで。で、それがもしバレたらとか、いろいろ考えると、日本人っていうのは恥ずかしくて動けない。その感覚はないんでしょ。なくして育ってしまったんです。だからその家族も本人も、あの、役所に嘘ついてたっていうよね。あの、その動き回った履歴みたいなやつ。 恥を知れっていうね。で、普通の日本人の感覚だと、日本人っていうのは恥の民族って言われるので、恥ずかしい恥ずかしいって思うと、自分の行動を直していけるはずなんですよ。<laughs> だから、あなた恥を知りなさいっていうことです。僕自身も。<laughs> あの、細木和子じゃないけど、恥を知りなさいっていうことを、すごく心に思っておいてください。自分の行動、正しくあるための行動がすごく恥ずかしいこと。 例えば、これもよく、本当によく言う話だけど、LINE で別れるのは良くない。うん。正しいさ、それはそれ,はそれはね、例えば1年とか2年とか付き合ってきてさ、あの何の顔も見せず、はいじゃあねっていうのは、確かに良くないよね。僕もそこは良くないと思う。でも自由恋愛だからいいんだよって言ってるけど、気にしないと。別れ方なんて、え人それぞれって言ってるけどさ。でも、じゃあ、筋論で考えた時には正しくないじゃないですか。 うん、せめて、あの、あのー、筋通せっていうね、感じが正しいんですよ。正しいんですけど、その正しさを要求するために、めっちゃ電話かけたりとか、何かその、こう、付きまとったりとか、会社とか家の様子見に行ったりっていうのが全部間違ってるでしょ。そこ恥を知りなさいってことです。やっぱり。恥ずかしいからやめよう。ね。 そしてその上で、ダメな自分ね、恥ずかしい自分、恥ずかしい自分と一緒にその恥を背負いながら努力して、で、あこういうこと恥ずかしい、こういうこと恥ずかしい、俺、私恥ずかしいこといっぱいやってると思いながらね、少しでも恥ずかしい行動しないように、恥の意識を背負って、恥と一緒に前に進んで、復元のための努力をしていってください。 そうするとあなたの性格、そのまあ、振られてしまった性格ね。そういうものは、ああ、必ず変わると思います、うん。恥ずかしいって、恥ずかしいって重要だよ。うん、世間様に顔向けできないっていう感覚って重要さ。できる顔向けできるそもそも父ちゃんと母ちゃんに顔向けできます今の自分の状態。<laughs> できないでしょ僕もできなかったもん。だから僕が、その、なんかこう、振られてね。 え、警察だと、別れたくなくて、別れたくなくてっていうかもう、あれ別れた後だったんだ。別れた後になんかちょっとその問題があってですね、やっぱり物のやり取りとかあるわけじゃないですか <laughs>。で、えー、相手がぐだついてたもんで警察座体になった時に、その話、いや自分の感情ではわーって、なんだろうね、正しいと思ってやってんだ。でもやっぱり、親には言えないよね。うん、親には言えなかったしばらく。恥ずかしいもん。 こういうことで警察だったなってさ、つって。言える言えない。冷静になれば言えないことわかるから。恥ずかしいの。それさ、あのー、ご先祖様のお墓の前でさ、私ねってこう、手を合わせながらね、こんなことをして、こんなことをして、こんなことをしました。立派でしょって、褒めてねって言える言えないでしょ、恥ずかしくて。うん でも感情が先走っちゃって恥ずかしい行動を恥の感覚がなくなった状態で暴走してしまってるのが皆さんのそのわーっていう状態だから恥ずかしいよ。ね。だからそのまあ山梨県のコロナの女の人の件恥ずかしいでしょで恥ずかしさには恥ずかしさの報いが来るでしょ恥ずかしいこと恥ずかしげもなくやってたら報いが来たじゃないですか。 ダメなんだけど叩かれるじゃないですか、ね、だかだらあなたもその自分の行動正しいと思ってても間違ってるから、うん、でその間違った行動直そうっていう時に直さないとってもちろん大事だけど簡単なのが恥ずかしいって思うことですそういうことを意識してですねまあその正しいことをするために間違ってる僕のエピソードも思い出していただきながら 正しししいこととようてても大体間違っるんですそれを恥ずかしいと思うっていうこの2つのことを意識して自分の恋愛行動別れ際の行動とかさダメな行動とか思い出して紙にリストアップしてもいいし「恥ずかしいこれ恥ずいこれ恥ずかったこれ恥ずかしいわこれ恥ずかしいわ」って全部出して「いやめっちゃ恥ずかしい人間だな」って自分思ってさ恥ずかしくないように生きていこうって思うと。 結構その性格直すのが楽になりますんで、ぜひチャレンジしてみてください。っていう感じですね。はい、今回は以上です。頑張っていきましょうね。コンシェルジーでした。ではまた。